ずっと事故物件のエキスを吸い続けてる。みちみちになんか入ってんなこれ。あれ？え？はい、事故物件住みます芸人松原谷志です。今回も谷志のネタを呪いの人形たちに見てもらおうという企画でございます。今回見てもらうのはこちら、ケイティ。ケイティさんね、彼女は僕の1軒目の事故物件からずっと一緒に暮らしている子さんですね。みゆきとともにずっと一緒にいます。最子さんの人形なんですけれども、彼女自体何かあるっていうわけではないんだけど、お前ら行くなという番組でなんか人形供養の寺かなんかから多分連れてこられた人形だったと思うんですけれども、ずっといますね。何をするっていうわけでもないんだろうけど、ずっと事故物件のエキスを吸い続けてる女の子でございます。で、今回このケイティに見てもらうネタが自分結婚式というネタなんですけれども、彼女ね、よく考えたらめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。で、今気づいたんですけど、こんなちっちゃいカバン持ってたんですね、これ。もう10年ぐらい事故物件暮らしてて、今気づいたわ。何入って、硬っ。みちみちになんか綿みたいなの入ってんな、これ。彼女もね、多分そろそろ結婚したいと思ってんじゃないかなと。こんだけ巻き髪してたら男子へのアピールもすごいでしょ、これね。どんな反応するかね、結婚式のネタなんですけど、見てもらおうかなと思います。ケイティお願いしますね。それでは見てもらいましょう。自分結婚式、どうぞ。好きだ、君が好きだ。本当だ、本当に君が好きなんだ。だから結婚してくれないか。僕は君の目が好きなんだ。君のその大きなお目目がとても愛くるしい。その君の瞳に僕は吸い込まれてしまう。そして吸い込まれた結果、君の瞳の中に映ってしまっている。その君の大きなお目目の中に映る僕の姿、これもまた美しい。いや、君の目に映る僕の姿が美しい。いや、僕の姿が美しい。君の目に映る僕と結婚したい。君の目に映る僕を食べてしまいたい。僕と結婚したい。君に恋してる、君の瞳に恋してるし、君の瞳の中の僕の瞳の中の僕に恋してる、瞳の中に恋してる。結婚してくれ。君もまた、ダメだったか。結婚は難しい。もう諦めて、僕は君と結婚するよ。パパパパーン、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 パンパーン、パンパパ。これより新郎松原隆と新婦松原隆の結婚式を行います。パンパーン、パンパンパパン、パパパパパパパーン、パン。何時、松原隆新郎は松原隆新婦を一生愛すことを誓いますか？誓います。何時、新婦松原隆は松原隆新郎を一生愛すことを誓いますか？誓います。何時、松原隆新郎は新婦松原隆と良き時も悪しき時も健やかなる時もお互いを励まし合い、共に手を取り合って苦難の道を乗り越え、助け合い、そして愛を育み合って
人生を歩き続けることを誓いますか？誓います。では指輪の交換です。まずは松原隆新郎から新婦松原隆への指輪の交換。続いて新婦松原隆から新郎松原隆へ指輪の交換。それでは最後に新郎新婦誓いのキスを。どうですか、ケイティさん。自分と結婚してしまいましたね。どうですか。唇の色全然ないやん。こういう人もいると思うんで、結婚って難しいかもしれないですね。もっと多分ね、ケイティさんにふさわしい人いると思いますんで、また考えましょうか。婚活について視聴者の皆さん、ケイティの表情に何か変化はありましたでしょうか。気づいたところがあればコメント欄に何分何秒ケイティの目がカッと見開いたとかね、なんだろうな。え、あ、こっちだけエクボあんねや。歯食いしばってんのかな。なんでしょうかね。あとケイティさんと結婚したいという方、何が結婚なのかちょっと分かんないけど、もしよかったらコメント欄に名乗り上げてください。お願いします。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あとケイティの結婚相手も募集したいと思います。それなかったらもう Tinder とかやろうか。